told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. ついに新型フェアレディ Z を走らせる機会がやってきました。試乗コースは日産車を鍛え上げてきた北海道の東の方にある陸別テストコース。 AT も MT もがっつり走らせてきたんで、早速レポートを見てください。さあ Z です。お、これはね、早速印象いいよ。今回走らせてもらったのはアウトバーンっぽく作られた、高速周回路、そして、その内側にあるニュルオールドコースっぽさを含めた、ドイツのカントリーロードって感じのワインディング、これを1周ずつ2セットっていう感じだったんですけども、ファイター山田も同じタイミングで来てたので、1周ずつ車取り替えようぜというわがままを言って、合計4種類のグレードに乗ることができました。まあ忙しい試乗だったんですけども、 Z のことはとってもよくわかりました。音はいい感じ。パワフル。7000まできっちり回りますね。あ、もうリミッター入りました。これベースモデルだもんね。ちょっと今5000ぐらいからの踏み込み、一瞬のあのラグはありますね、ターボの。でもね、あっちゅう間についてくる。あの減速終わりでバカッと踏むようなシーンって逆にあのほぼないんですけどね。そういう踏み方をすると一瞬のラグを、もう ラグを探しに行ったぐらいの状況ですけど、
片押しだと思うんですけど、ブレーキのねタッチ、コントロール性、ちょっとストロークしっかりありめのコントロールができる感じ、あの 3,4 の時に感じたようなあの硬さっていうのが取れましたね、うん、高級車。アイドリング的なところからの踏み込みに対してもすごい綺麗に反応してくる。でクラッチの操作性も悪くない。あのギクシャク感が全然出ないですね。でだからといってなんかもうスーパー重たいフライホイールで、動きを封じ込められてるっていう感じももちろんない。かなりいいです。今度の Z は MT も AT もローンチコントロールが使えるようになっているんです。ロケットスタートができるようになっているんです。パドル両方引き、ブレーキを強く踏んだ状態でパドル両方引き、アクセルでパドル、
ウィンドウにしっかり風が、リアウィンドウに沿って流れているという、空力へのこだわりがこういうところで見えてくると。静かで AT はドスの効いたエキゾーストの音、これはマフラーが違ったんじゃなくて、BOSE のサウンドシステムから音が足されていたということです。この音のね感じが本当になんかリアルというか、なんか作られたっぽくない、音、さすが BOSE というか、さすが日産というか、全く騙されました。とってもいい音です。さあ今度はスポーツモード D レンジ、これでのワインディング性能、これ大切なんです。
してみようというところでは、別に変な、電子制御の介入もなく、まあ、そのね、電子制御がいいっていうのはもちろんなんですけども、あの電子制御だけで語れる話じゃないですよね。この設置性のいい足があって初めて、そこまでの性能が出ると。さっきちょっとテール出るかなと思って結構旋回、横地を残した状態でブレーキングしてったりとかしても相当リアがしっかり粘ってる。これはね優秀ですね。これね、そのスポーツ走行してても帽子にはスリーペダル。これは19インチの ST グレード。これは S です。あ、S。はい、探りやすい、分かりやすい、収めやすい。
素敵。なんかね、やっぱりあの今まで今回400馬力ターボついてっていうのがあるけども、やっぱりね 3.7 リッター NA から、3リッタースインターボですからね、まあ、ちょっとあのポルシェチックな、変化なんですけども、この変化ってね、なんかあのウィークポイントもあるんじゃないのかなと。気に入ったぞ。見てりゃ分かると思うけど。